最後までやり抜く子と途中で投げ出してしまう子にはたった一つ大きな違いがありました。それは、はい、どうもこんにちは。やり抜く子を育てるキッズコーチ、ミスターおかちです。2021年5月にやり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出版させていただくことになりました。人生初めての出版です。そもそもなんでこの本を出版しようと思ったのか。それは自分がやりたいことを諦める、そんな子供をなくしたいからです。お子さんを見ていてこのようなことはありませんか？失敗が怖くて行動できない、すぐに諦めてしまう、やりたいことが特にない、自分に自信がない、輪の中になかなか自分から入っていけない、何をやっても続かない。子供の時の僕がそうでした。もう何をやってもすぐに諦めてしまう投げ出す子やったんです。もう好きな女の子いましたよ。でもね、どうせ話しかけても嫌われるんやろな、キモいって思われるんやろな、そう思ったら話しかけることすらできませんでした。バスケットボール部に入りたかったですよ、お父さんと同じね。でも僕よりも足速い人、背高い人、そして運動神経いい人がたくさんおる。だからどうせ入っても試合に出られへんやろうな、そう思ったら僕は漫画部に入りましたよ。そんな感じで言いたいことも言えず、やりたいことを我慢して何をやっても続かない、もうそんな自分が大嫌いでした。今ならはっきりと分かります。自分がやるって決めたことを最後までやり抜く子と、何事も途中で投げ出してしまう子にはたった一つ決定的な違いがあったんです。それは非認知能力です。非認知能力とは漢字、計算、英語力や専門知識などの学校のテストでは測れる認知能力とは違って、目には見えない、数字では測れない能力です。例えば自分を信じる力、失敗しても立ち上がる力、相手の気持ちに寄り添う力、目標を見つけてそこに向かって行動していく力、そしてやり抜く力、これらが非認知能力に挙げられます。この非認知能力を身につければどんな子供でも自分に自信を持って自分がやるって決めたことを最後までやり抜けるようになる。そして幼児期のうちに非認知能力の教育を受けていた子供はそうでない子と比べて将来の学歴、年収、そして幸福度が高くなると報告されています。つまりお子さんの将来の成功を決めるのはどれだけピアノが上手いかとか、どれだけ足が速いかとか、どれだけ英語を話せるかとかではなくて非認知能力です。そして今コロナの影響によって子供たちの非認知能力がどんどん低下しています。休憩時間は話したらあかん、まっすぐ家に帰りなさい、休みの日も外に出たらあかん、友達とも遊んだらあかん、そして学校から与えられるプリントを黙って取り組む毎日。そんな中で勉強に対するやる気とか将来に対する希望がなくなって中高生の不登校者、そして自殺する人がどんどん増えています。悲しいニュースです。僕はこの状態をどうしても変えたい。たとえど田舎でも、たとえ外に遊びに行けなくても、楽しいは自分で作れるって、やりたいことを諦めなくていいって。こちらが本のタイトルです。やり抜く子と投げ出す子の習慣。こちらの本では非認知能力を高めてやり抜く子供を育てるための親の関わり方を厳選して50個紹介しています。これまで僕は1万人以上の子供と向き合ってきました。その経験の中でどんだけ自分に自信がない子供でも、失敗を恐れて諦めてしまう子供でも、非認知能力を身につけたら投げ出す子からやり抜く子に変わりました。非認知能力はいつでも誰でも身につけられる技術です。才能とか可能性とか IQ とか学歴とか一切必要ありません。ちっちゃな習慣を身につけたら、その習慣がその子の非認知能力を高めてくれるんです。ただそれを習慣化させるためには親御さんのサポートが必要です。こちらの本では
非認知能力を高めるための考え方、そして関わり方が分かり、そしてあなたらしい子育てが見つかります。そしてあなたのお子さんがこれからどんな時代になっても最高の自分を表現して、自分らしく、そしてたくましく生きられるようになる。この動画を見て子供の非認知能力を高めたい、やり抜く子供を育てたい、そしておかっち頑張れって応援してくださる方は、お近くの書店さん、もしくは概要欄に貼ってるリンクからこちらの本をご購入いただけたら嬉しいです。そして本をご購入いただいた方は SNS などでハッシュタグやり抜く子の育て方で、感想をつぶやいていただいたら全部見てますので、投稿してもらえたら嬉しいです。引き続きこのチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、非認知能力を高めるための親の関わり方をシリーズで紹介しています。興味がある方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。あともう一点だけ、無料 LINE 講座やり抜く子の育て方を始めました。この講座ではお子さんのやり抜く力を育むための考え方、そして具体的な声掛けの仕方を動画とかコラムとかテキストメッセージ、そしてオンラインイベントで紹介しています。興味がある方は概要欄にリンクを貼ってますので、そちらをポチッと押してもらって友達追加してもらえたら嬉しいです。はい、ということで以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またどこかでお会いできる日を楽しみにしています。バイバーイ。